ゾニサミドはサルファ薬系の神経作用薬であり、小児、または成人の転換発作治療薬、またはパーキンソン病治療薬として用いられる。高転換薬は商品名エクセグラン、高パーキンソン病薬トレリーフで知られる。ゾニサミドは、米国、英国、欧州では成人の転換部分発作の併用治療薬として、日本では部分発作、全般発作、 混合発作への併用、または、短剤治療薬として認められている。転換に対しては成人では1日2 0 0ラム6 0 0ラム小児では1日4から1 2ログラムを投与する。血中の濃度が15から4 0 g ミリリットルとなるよう調整する。日本の添付文書では20、2 0 g ミリリットルを一つの目安とするよう記載されている。 7人のパーキンソン病患者にゾニサミドを投与したところ、良好な結果が得られたことが2001年に報告された。その後、他の治療で改善しない新鮮について効果が認められた。2005年11月上旬、製造販売承認が申請され、2009年1月に承認を取得した。また、パーキンソン病のウェアリングオフ現象について2013年8月に、 追加承認された。製品名とレリーフがレビー小体系認知症に伴うパーキンソニズムの適応を取得している。非毛圏の臨床試験で、自発性ジスキネジアの軽減が認められた。肥満治療薬としての研究が進められ、著名な効果が認められたことを受けて、3本の臨床試験が実施された。ブプロピオンとの合剤として、米国で販売されている。ゾニサミドは、 片頭痛の予防に用いられるほか、神経元性頭痛の治療に有効であることがある。適応外使用であるが、精神科領域で、双極性障害に対して、気分は安定剤として用いられる。日本では適応外である。プラセーボ、ゾニサミド、トピラマーとレベチラセタムとで比較し、ゾニサミドの有効性と安全性が示唆された。添付文書に、 重大な副作用として記載されているものは、中毒性表皮へ症、皮膚粘膜癌症候群、抗皮症、薬剤性過敏症候群、再生不良性貧血、無顆粒球症、赤が球炉、血小板減少、急性腎不全、間質性肺炎、肝機能障害、横断、黄門筋由解症、腎、尿路血石、発汗減少に伴う熱中症、悪性症候群であり、 さらに、トレリーフには、幻覚、妄想、錯乱、洗毛などの精神症状が記載されている。ゾニサミドや他の炭酸脱水酵素阻害薬は、アモバルビタールとの間で、相互作用し、和田試験の結果が不正確になることが知られている。他の炭酸脱水酵素阻害薬と、相互作用し、代謝性アシドーシスを弱気することがある。加えて、ゾニサミドの代謝が、ケトコナゾール、 シクロスポリン、ミコナゾール、フルコナゾール、カルバマゼピンで抑制されることが知られている。ゾニサミドは他の後継連薬と異なり、スルホンアミド系に分類される後継連薬である。正確な作用基準は明らかになっていないが、後転換薬としては、発作活動の電波過程の遮断、転換原性焦点の抑制等が示唆されている。 またナトリウムチャンネル及び T 型カルシウムチャンネルを塞ぎ、ハイパーシンクリナゼーションを抑制すると考えられている。アセタゾラミド同様に弱い炭酸、脱水酵素阻害作用を持つことが知られている。ギャバ受容体並びに、グルタミン酸受容体調整作用がある。コーパー・キンソン病作用に関しては、片側6オーダーショチラットによる、脳微小透析法実験で、 レボドパ併用下における破壊側線状態、細胞外液中ドパミン濃度の有意な上昇作用を示したほか、ラット及びサル線状態、ミトコンドリアシナプトソーム膜標本中のマオカ活性を阻害し、その阻害作用は比較的魔の B 型に選択性を示した。個人差があるが2.8から3.9時間で血中濃度がピークとなる。バイオアベイラビリティは食事の影響を受けない。 ゾニサミドは主にサイプ 3A4 で代謝されるほか、サイプ 3A7 及びサイプ 3A5 でも分解され、1、2ベンズイソーキサゾール感が還元的に解裂してニフェノールに代謝される。ゾニサミドは1972年に発見され、1989年にエクセグランとして日本で発売された。米国では2000年にゾネグランとして発売された。 アジア諸国や欧州でも2005年に発売された。ありがとうございます。